カチューゲッチュアイオンチュー鈴木です。よろしくお願いします。というわけでね、イオンモールこちら桜田ですお邪魔させていただいて、対決のイベント3キロ以上誇るキングパフェを多数ご用意いただきました。レッツスタート。じゃあぜひちょっとステージの方に、ゆりもりちゃんもいいですか。お、ゆりもりも食べています。そこそこなスピードを食べている。イオンモール桜平店の皆様、カチューガチューアイワンチュー。どうも、マックス鈴木こと日本のラストフードファイター侍、マックス鈴木ことラスト侍ことカチューガチューアイワンチュー鈴木です。よろしくお願いします。というわけでね、今回はイオンモールこちら桜平店をお邪魔させていただいて、対決のイベントをさせていただきます。とあるものの大食い、時間は結構長めでございます。果たして僕がどれだけ食べれるのか、そして出場者の方はどれだけ食べれるのか、まあ負けないですからね。もうかっけえっすね、最後珍しく。いや、侍っていうのはね、やっぱそういうもんなんですよ、ま、負けちゃいけないんですよ。仮に負けるとしても後ろ向きでは負けない、前のめりでくたばる。これがカチューゲッチュアイオンチュースタイル。これでもかってくらい入れますから。僕ね、カチューゲッチュアイオンチュースタイル散々いじられてるんですよ、周りに。正直、はい、美味しいと思ってます。今回ですね、イオンモール桜平2階こちらですね、フードコートにありますこだわり和食と甘味どころ団屋さんにご協力いただき、1つ30センチ3キロ以上誇るキングパフェを多数ご用意いただきました。今回の大食いのルール説明をさせていただきます。制限時間は1時間、キングパフェの大食い対決になります。より多く食べれたチームが勝利。もし空になったグラスが同一量だった場合、重量を測りより少ない方が勝利となります。食べるキングパフェの種類はタピオカミルクティー、流行ってますね、抹茶、スーパーキング、キングの4種類となっております。こちらの4種類が、順番に出てくると、4種類食べ終わったらまた1つ目の、タピオカミルクティーになりますので、なおチームで参加されている方は交代制となります。チーム内の交代は自由。ただし食べてる人は各チーム常に1人ずつとなります。なおこの対決はですね、早食い禁止となっております。あくまで1時間でどれだけ食べれるか、ぜひゆっくり味わいながら大食い対決をしていただきたいと思います。今回フードファイターマックス鈴木に挑戦いただくチームは、チームデカモリングラデュー・ウルマ、そして一般人代表としてチームイオンモールさんのスタッフの方々にもご出演いただきます。果たして誰がマックス鈴木に勝利することができるのか。それでは挑戦者の皆さんに登場していただきたいと思います。皆さん、温かい拍手の方ね、よろしくお願いします。まずは一般人代表チーム、チームイオンです。大きな拍手を。続いてチームデカ盛りガリュウルマ、大きな拍手を。最後に日本の大食い王はもちろんソロ一人で参戦します、フードファイターマックス鈴木。呼んだって呼んだって、いらっしゃって、どうもよろしくお願いします。甲冑で登場いたしました、お願いします。ではそれぞれのチームにですね、意気込みの方を聞きたいと思いますので、はい、チームイオンの今日4人で戦いますけども、精一杯マックスを苦しめたいと思います。今日も頑張ります、よろしくお願いします。チームデカモーニングのガジです。今日はですね、せっかくマックスさんに長野までわざわざお越しいただいたので、ぜひ恥をかいて帰ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。どうも、改めましてカチューゲッチュライオンチューマックス鈴木でございます。よろしくお願いします。ですね、先ほど僕は来ました、挑戦者のやる気にそれぞれ中でもこのガデさんという方はですね、かなり召し上がる方なんですよ。割とガチ勢なんですね。正直ちょっとドキドキしております。よろしくお願いします。じゃあちょっと僕一旦お着替えしてきます。キングバフェの方到着しております。皆さん、見届ける準備できますか。いいですね、いいですね。
それでは掛け声の方をぜひ皆さんで言いたいなと思うんですけど、レッツって僕が言ったらイーティングって皆さんに言ってほしいんですよ。大丈夫ですか？さあ皆さん準備の方大丈夫ですか？ OK！ それでは行きましょう。皆さん大きな声でいきますよ。レッツイーティング。スタート。開きます。よいしょ、行くぜ。さあ早速歓声が出ております。大友早速食べ始めておりますね。さあ始まりました、始まりましたよ。どうぞ。俺近く仮面とか忘れてましたよ。でも美味しい。忘れることじゃないですけどね。美味しいということで、どうでしょう。美味しいです。美味しいです。さあどうですか。最高ということでございましてね、皆さん近く花瓶だそうです。みんな苦しそうでしたね、もう突破ながら。さあこれだけのパーティーをこれから食べると、鈴木さんに関してはもう10杯いってやろうと言いますからね。もめん。さあどれぐらいいけるんでしょうか。え、10杯ってことは、はい、何分で1個食べればいいんだ。まあ単純計算で6分ですね。6分。はい、6分です。さあ改めて言いますが、制限時間は1時間です。より多く食べれた方チームが勝利となっております。ずっと使ったビール。いや、もう生クリームあって上にタピオカくるくるなってて、で周りアイスで果物、多分下はアイスとコーンフレークって感じなんです多分。いや結構ハードかもしれない。これはハードですね。今皆さんが食べられているのがタピオカミルクティーとなっております。いいですね。インスタ映えしかしなそうですね。これはもうすごい四角カビとの戦いだ。四角カビとの戦いになっております。まだ、チームはですね、交代制なのでいつ交代していただいても構いません。ただし責任のは一人となっておりますから、鈴木さんもちろんソロでキングとして。ダメだ。もうダメだよ。これダメ。四角カビじゃない人だったらいいかもしれないけど。四角カビですよね。ダメ。いや、これきついな。早食いが禁止ですからね、皆さん味わって食べてください。1時間はゆっくりありますからね。1時間。あ、これ下にソフトクリームが入ってんだ。ソフトクリーム入るわけですか。近くカビにやられております。近くカビにやられてる。神様やられてる。近くカビにやられてる。イオンはない。近くカビじゃないですね。よかったです。さあどれぐらい食べるんでしょうね。もう中にそういった入ってるんですね、モナカ的なものも。はい、タルトの生地。タルトの生地が入ってるそうですね。さあ、おっと、もう早速、皆さん表から見えてるからあまり分からないかもしれないですけど、結構時間の方も結構量が減ってきますよ。もう結構減ってますよ。結構減ってます。ただ早食いではないんでね、早食いではないんで、ペースで、自分のペースでぜひ食べてくださいね。早いな、早い。全然いけます。全然いけると思う。チビよ、まさかのダークホース登場ですよ。僕実際今食べてみて結構今弱気な状態なんですよ。これいけるかっていう。四角カビだしね。さあチームデカオリングも、おお、だいぶ進んでおります。だいぶ進んでおりますよ。さあ交代はいつしていただくか大丈夫ですからね。さあすごい量が、すごい量を食べられている。すごいですね。皆さんいいですよ、いつでも好きなタイミングで頑張って頑張ってうえーとか言ってくださいね。頑張ってうえー OK ですからね。よろしくお願いしますよ。これ皆様的にはどのチームが勝ちそうとかあります？あ、そうですね、予想していただいてね。どのチームが勝ちそうですか。イオンですか。鈴木さんですか。チームデカモリングですか。皆さん予想していただいて、どのチームをね応援するか皆さん決めていただいて、まあ決めていただいてって言い方もいいですね。どのチームでもいいですけど。大さん頑張って。大さん頑張って。やばい。じゃあ皆さん聞いてみましょうか。チームイオンが勝つんじゃないかって思ってる方拍手を。おお、でもいますね、います。おお。チームデカモリングが勝つだって思ってる方拍手を。そりゃ
靴鈴木なのっていう方は大きな拍手を。おー、鈴木さん期待されてますよ。これマジ俺ヤバいかもしれないですけど、本当に本当にヤバいやつですね。さあ、そんなマックスが皆さんが、ね、予想を覆す結果になるかもしれませんからね。さあ、カジさん、カジさんものすごいものすごい勢いですね。すごい。すみません、これあのお箸ありますか？お箸とフォーク。お箸って、お箸ですか？お箸とフォークが欲しいです。お箸とフォークあったりしますかね。箸とフォーク。さあ、すごいスピードです。今何分ぐらいですか？ちなみに今何分ぐらい経ってますかね。今6分。約6分。あ、やべえやべえ、もう6分か。一杯食べないともう10いかないですよ。危ない危ない。まあでも急いでいけませんからね。早食いではなくてね、ゆっくりと食べて、ゆっくりと食べて。カジさんが速い、すごいスピード。ただ近く旅、ただ近く旅。いや、おっと、俺これ攻略要素分かった。攻略の方法が分かったと。分かった。なんでしょう、教えない。ちょっとあのフォークがお箸来るまで待ちます。おお、攻略方法がある。あ、これもこれ分かったよ、これ完全に分かった。さあ、どうなってくるの。鈴木さんの攻略方法は、これマジで勝ちに行きますよ。マジで勝ちに行ってくださいよ。お、バナナを省いている、バナナを省いている。さあ、どうするか。バナナを省き、バナナを省き切った。どうされるんですか。混ぜ出した。いや、これ中コーンフレークなんですよ。中がコーンフレークになってですね。これね、こうした方が食べやすいんだな、絶対。あ、そうですね、コーンフレークは冷たくないですもんね。そう、ちょっと温度をね。そう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 。と言ってる間にですね、すみません、アキさんがもう、ほぼほぼ、まだ着火瓶。マジですごいですね、もう、約半分はもういってますね。すごい、スピードで食べてます。大丈夫ですか？これ思っている以上に食べづらい。冷たくなってきた。冷たくなってきた。そうですね。あったかいもんで、うまくやった方がいいですよ。鈴木さんが好感度を高めている。好感度を狙っている。やめて。本当のことやめて。好感度を狙っているか。さあ、混ぜ切ったんでしょうね、鈴木さん。お、それで食べ進めると。近く花瓶、近く花瓶でやった。うわー、うわうわ。冷たい。これ本当に。だからもう一杯もうあっという間に終わりそうな空気出てますね。さすがですね。さすがのスピード。さあ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 、どれぐらいの。今の時間はどれぐらいですかね。9分経過したと。今9分経過したと。残り約50分。残り約50分ですね。さあ、どれぐらい食べ進めることができるのか。まあ、あとね、逆に言うとまだ50分もありますからね、ゆっくり長く食べていただいて。さあ、どうなる。パフェをかき込みのあったかいお茶、四角花瓶対応、対策できてますね。対策できてる。それをパクる、する、すぐまたする。さあ、食べ進めております。あと、ちょっと苦しくなってきたような空気なんですけど、大丈夫ですか。あ、冷たい、冷たい。うわ、ほんとだ。チームデカ盛り、もうそろ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 といったところでございますか。一本目そろそろといったところで来ております。さあ、どれぐらい進むことができるのか。もうこれまずはね、近く神との戦いですね。これはなかなか超えるの。おっと、もう書き込んでいる、書き込んでいる。これでしょ、書き込んでいる。デカ盛りが早速もう一杯目を終えようとしております。でもまた痛い痛い痛みとの対決でございますね。
さあ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 残り約50分残りちょうど50分というところでほぼほぼ1杯目を1杯目のタピオカミルクティーを食べきろうとしております。食べきろうとしている。さあて1杯食べきったすごっすごいスピードだ。さあ次のショットはさあやってまいりました。次は抹茶でございます。2杯目抹茶でございます。さあここでメンバーがチェンジします。さあいただきますと。すごい抹茶ですね。これはやばいですよ。頑張ってください。いいですよ。そういった声援くださいください。いいですよ、いいですよ。声援ください。さあ抹茶の方、さあどうでしょう抹茶の方のお味は。おいしい。おいしい。おいしいと。抹茶はおいしいと。お餅が入ってる。お餅が入ってるんですね。お餅が入ってるとのことです。具だくさんでございますよ。さあ鈴木さんも半分近くはいってるんでしょうね。半分近く消費しております。いやこれ真面目にあのペースで食べれるの信じられないですね。これはとはいえ、すいません、早いペースで食べようと思います。何でも言いますが、でも、自分のペースで、自分のペースで、あまり焦りすぎずに食べ進めてください。さあ、チームヨーグルト。そうですか、まだお腹の方から全然大丈夫ですか？全然大丈夫と。デザートは別腹だと。というふうな話ですね。マジか。食べ進めております。食べ進めております。これ一杯っていうか半分でも食べたら普通の人はすごいことになっちゃいますよ。すごい鈴木さんは常に近くカビとの戦い。近くカビですか鈴木さん。あのかき氷の金あるじゃないですか。あれがねずっとついてるんですよ。この辺で金がこれあれですよ、あの豆知識ですけどね、頭キーンってなった時に頭を冷やすといいんですよ。あのアイスとか食べてキーンってなった時はおでこを冷やすとキーンっていうの治りますからね。皆さん豆知識です。やってみてください。さあ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 おぉすごい量が一切出ます。夏ですね。ステージ上が夏ですね。人物2人と浴衣1人で夏です。夏を感じる戦いですね。さあさあさあおっと鈴木さん書き込んでいる。いいペースですね。これじゃ先ほどのガジさんのスピードものすごいですね。マジで信じられない。すごいすごいスピードだ。よく噛んで食べ進めてますからね。さあ今のところチームデカ盛りは1杯食べております。鈴木さん側は半分を超えたところでしょうかね。そしてチーム4は4分の1ぐらい消費しております。さあ食べ進めている。なお、ね、途中から見られた方もいるかもしれませんが制限時間は1時間です。より多く食べたチームの勝ちです。どうでしょう1杯目食べ進めておりますか。やっぱり冷たい。やっぱり冷たい。また近く瓶がいる。近く瓶だらけだ。これ多分みんなあれ食べるともう口の感覚がなくなる。口の感覚がなくなってしまう。でも待ちます。お、鈴木さん。これね。これマジで辛いですね。本当に。辛い。いや、これ本当ガジさん信じられないですよマジで。え、実際やばくないですかこれ。チミヨンの。チミヨンの。
実際やばくないですか、鈴木さんが。感覚がない。ないですよね。え、ちなみに今日どちらからいらっしゃる。あ、地元。あ、地元。ありがとうございます。僕がやるべきことをごめんなさい。地元なんですね。あ、そうですね。イオンで働かれてるってことですよね。あ、従業員の方。あ、チーム4だから。よかった。じゃあ何されてるんですか。アパレルで働いてる。いいですね、アパレルで働いてる方がこんなにパフェ食べると思うとですね、男の子はテンション上がりますからね。ねえ、こんなに食べてくれるんだ。普段結構召し上がるんですか。はい。あ、食べる。で、どのくらい。夜ご飯とか。なんか得意なものというか好きなものでどれぐらい食べたことってありますか、自分の中で。肉永遠。肉永遠に食べれます。なんかの歌かと思いました、ね。肉永遠に。肉。さあ、普段はどれぐらい食べれる自信ありますか。本当は牛丼一杯でお腹いっぱいです。牛丼一杯でお腹いっぱいになっちゃう人がここに来ていいのかな。ダメな気がちょっとしますけど。ダメなことないです。尊敬するガジさんがぜひ来てくれるので、こちらにさ。いや、でもガジさんの力にきっとなると思いますね。いや、僕は知ってんすよ。この方3、4キロぐらい平気で食べれますか。3、4キロ平気で食べれる。これ割とマジですか。落ち着きました、ね、もっと言うと、大食い歴めちゃめちゃ長いですか、この人。ちょっとずるいんじゃないですか。言ったら大先輩ですから。牛丼一杯の大きさが違うんじゃないですか、サイズが。まあ、どうでしょう。どうでしょうと。さあ、鈴木さんも一杯目を終えようとしております。さあ、書き込むけど痛い、痛いけど書き込む。鈴木さん、どんどん行ってください、どんどん行ってください。さあ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 、チェンジで。はい、チーム4はチェンジするということで。さあ、チェンジするのはですね、チームは、チーム内であれば何回でも OK なんですね。自由なので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあどうぞ。イケメンだな。さあ、イケメンが急にやってまいりましたよ。さあ、チャレンジしてください。はい、やばい。おいしいです、おいしいです。イケメンのおいしいですは、おいしいですね。あ、食べさ、上品な食べ方もしてますよ。ちゃんとお皿を使って食べてますからね。さすがさん、もうすぐ一杯いくんじゃないでしょうか。と言っても、ほんとチームデカ盛りが早い。もう3分の1ぐらいも食べ進めてますね。素晴らしいスピードでございます。さすがさんは一杯終えることができるのでしょうか。もうすぐですかね。普段はイオンモールで働いてるんですか。何がされてますか。アパレルでライト。ライト、アパレル、アパレルですか。アパレルに行くとイケメンと可愛い方がいるんですね。さあ、鈴木さん、もう一杯行くんじゃないでしょうか。一杯行くんじゃないですか。一杯行く、おーっと、きついか、きつい。だが鈴木さんはそういうところを超えてきますからね。超えていく。チャレンジチームは普段どれぐらい食べられますか。まあ、大食いに自信ありますか。得意のものってどれぐらい食べたとかあります。と言ってる間に鈴木さんがいっぱい。ありがとうございます。さあ、鈴木さん2杯目に入ろうとしております。いや、これはね、本当に、はい、本当に強敵ですよ。強敵だと、うん、鈴木さん、これ今回大丈夫ですかね。鈴木さん大丈夫ですか。今何分ですか。もうすぐ残り40分ってところです。あ、ってことは俺1杯20分ってことですね。そうですね。もう3杯食べるだけすげえなって感じですよってことは。いや、でもこれもう1杯食べるだけもすごいですからね。さあ、チームでこれがものすごい、またものすごいスピードで牛丼一杯食べてお腹いっぱいのペースじゃないよ、これ。とんだ嘘つきですよ、本当にもう。ちなみに今、あの、お腹の具合の方はどうでしょうか。もう、300% 超えてます。これ嘘ついてますね。確実に嘘ついてる時のパターンですね、これ。すごいスピードで半分行こうとしております。さあ、鈴木さん、抹茶の方ですけども、どうでしょう。だいぶさっきのタピオカと味変わって、結構食べやすいっちゃ食べやすいんで、
ひょっとしたらちょっといけるかもしれないくらい、正直結構今やばいっす。結構やばい。ただまあ2分目もあっちゃん味変にしてますからね。おっとここで40分、残り40分っていったところですね。残り40分です。はい、つまり20分経過したことになりますね。あーチーム用かな。さあこっからあと40分はどうだ。早い。なかなかのスピードで食べ進めています。やっぱり味変わっても近くカビは治んないですか。いや、やっぱ中が冷えてくるとなんていうんですかね、こういけないですよね、ガーってこうね。やっぱり体のね、体温って言いますかね、落ちますもんね、甘いもの、甘いもの、冷たいもの食べてますかね。あーというぐらいです。ものすごいスピードで、ものすごいスピード。やはり皆さん、かき混ぜるマストなんですね。マストで。あ、うまっ。いい。あ、これうまい。さあ、すごいスピードですね。素晴らしいスピード。これうまい。すごいゆっくりですけど、ゆっくりはいいんですよ。ゆっくりなことはいいんですけど、一口が、まあ、小さくてもいいんですけど、小さいですね。小さくてもいいんですよ。全然、本当に早くじゃないで。ちっちゃいなーと思って。ね、ちっちゃなーと思って、すごい一口、すごいちっちゃいなーと思って、ゆっくりいっぱい食べるタイプなんですかね。あ、大きいスプーンみたいなのあるんですか、これ。あるんじゃないか、でも、いけるわ。スプーンが小さい。まあ、でも、みんな同じサイズですね。まあ、もし、スプーン、あれば。大きいスプーンありますか、お願いします。大きめのスプーンってあったりしますかね。大きめのスプーンってあったりしますかね。大きめのスプーンってあったりしますかね。一応、3つほどね、あると嬉しいですね。さあ、言うてももうまた一杯食べ終えるんじゃないかというペースになっております。もう残り3分の1っていったところでしょうかね。すごいですね。電池切れちゃったかと思いましたよ、鈴木さん。鈴木さんの電池切れちゃったかと思いましたよ。マクハンデさあ、チームデータモニング、もうまた2杯目を終えようとしております。ものすごいスピードです。理性的に皆さん声援もください、ね、声援ください。マックス頑張れ、マックス頑張れ。いやこれ、ね、頑張りなきゃね、ちょっときついな。これ本当にきつい。マジで信じられない、このペースが。本当にこれは信じられないスピードですね。さあどれぐらいです。あー頑張ろう、頑張ろうと。鈴木さん頑張ってください。頑張ってください。あざます。さあ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 今なんか一言言ってきましたね。あれなんですよ、この僕の今やってるチャンネルの核となる人が小声でおっそって言いました。おっそあと言ってる間にもう一杯食べ終えると。2杯目ですね。抹茶を食べ終えようとしておりますよ。チミオが飲めと、飲んでと、お前一口ちっちゃいよと、一口がちっちゃすぎるよと、一口がちっちゃすぎるよって言ってますけどね。さあ、チミオが。さあ、2杯目を食べ終えようとしておりますが、かき込んでおります。すごい。牛丼一杯しか食べれない人じゃない、この人は絶対。マジで？すごいスピードだ、すごいスピードだ。すごい、ものすごいですね。あとチビも頑張っている。チビも、あ、でもちっちゃい。でも一口ちっちゃい。さあ、ここでチビのリング2杯目を完食。さあ、3杯目が出てくるという感じですかね。交代はしないと。あ、出てきてから全然余裕ありますね。余裕があります。さあ、3枚目が出てくるのか。残り35分といったところでしょうか。あ、交代と。交代いたします。チームデカモリンが交代といったら、マジで信じられない。本当にきつい、これ本当に。来てください、マックさん。頑張っていきますよ。マジかー。煽られるマックス鈴木。さ
3代目の方もう出てくるんでしょうかね。さあチーム4も頑張っている、チーム4が頑張っている。阿部さん追いつかれてしまいますよ。大丈夫ですか。これガジさんとウルマさん、これどっちが早かった。ウルマさんめっちゃ速かったんですよ。ウルマさんめっちゃくちゃ、だってそうですね、だってまだ30分経ってないんで、お二人とも15分が切ってますね。さあ3代目の方がもうすぐ来るのか。さあ3代目が来た。すごいよ、スーパーキングです、スーパーキング、すごいですね。これね、はい、あの僕まだ2杯目じゃないですか。こんだけ残ってて、もう3杯目があれってもう分かってるんですよ。このメンタルのやられ方なかなかないですよ。これ言ってもあれあるんだっていう、これを言ってもこれありますからね。すごいスーパーキングです。もうこんな通り中にクレープも入ってるんですね。すごい。おっとチーム4か、そろ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 一杯食べ終えるかといったところでしょうか。さあ一口は小さいが頑張っている。さあ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 、鈴木さんまさかのまさかのピンチ、すでにピンチ。さあスーパーキングの頭皮の方はどうでしょうか。近く過敏だそうです。染みますね。染みますと、染みますね。染みますと、お、染みようは染みますよね。さあどれぐらい食べ進めるものができるのか。なるほど、でものこのこのスピードですね。のこのこのスピードですよ。頑張っている、ちょっとプルプルしながら頑張っている、ちょっとプルプルしている。一口も小さければ大きくなすますとプルプルしちゃう。かわいいですね、かわいいですね。さあこっちサイド2人はもう近く過敏な山食べてますね。松井さんがまた混ぜに入ったってことですね。上の具とかをもう精査したと。2杯目食べ始めております。お、やっぱりハブくんですね。食べて混ぜてスピードでということになります。さあチームはどれぐらいいけるのか。さあ完食するのか、チームよ、チームよ完食するのか。でした、拍手。すげえ、2人で1杯ですね。2人で約1杯交代しております。いやこれ2人で1杯もすごいと思うけど、2人で1杯すごいですね。ちょっといろいろ残ってはいますけどもね。べっちゃべちゃになってるのがね、残っちゃっておりますけど、あでもそれから食べると優しい、そこから食べる優しい、優しい。チーム4は2杯目となっております。また好感度を上げてる。男性の時何もしないですからね、この人。男性の時何もしないですもん。関さん、あのちょっとあの体がずっと左向きです。こうなってますから。あ、本当ですか。こっち向いてますから。ちゃんと立たない。優しさより食べてください。はいはい、頑張ります。はいはいはい。鈴木さん、応援しに来てくれてる人いっぱいいるんですからね。はい。鈴木さん、勝つと予想してる人もいっぱいいるんですから。食べてください。しかかびんの山されてる。まあ、でもあくまで早食いではなく大食い、1時間時間をゆったりやりますので、ね、今何分ぐらいですか。もうすぐ30分といったところでしょうか。折り返し点に入ろうとしております。さあどれぐらい楽しむことができるのでしょうか。さあ楽しみだ。優しい、チーム4は優しい。これ残ったやつをね食べていただいてね、ありがとうございます。本当に優しい。裏についてでも落とす優しさがある、優しさがありますね。あ、いいですよ。飲み干す、しっかり飲み干す、優しい、ちゃんと飲み干す、しっかり飲み干すからね。もう交代ではないですね、交代ではなくて次のやつですね。いいでしょ。その小さいお皿を気をつけてくださいね。さあ、チームは2杯目に入ろうとしております。スプーン入れちゃったね、スプーン入れちゃったね、スプーン入れちゃったね。あ、さあ、ちょっとなんかずるくないかな、ずるいな、ずるさ感じるな。見やすいかな、見やすいかなってないよ。さあ、もうすぐ残り30分となります。折り返し点です。
ぜひ皆さん、こっからが大変ですからね、こっからが勝負どころなんで、皆さんぜひ声援を送ってあげてください。よろしくお願いいたします。残りぴったり30分、残り30分となりました。さあ、今のところ30分でチームリカボリングが3杯目を食べております。マックス次は2杯目、3分の1を食べ終わったところでしょうか。チームイオンは2杯目に入っております。さあ、鈴木さんは勝つことができるのか、この状態から。ありがとう、声援が飛んでおります。チームはまたアパレル関係ですか。どちらで。ああ、そうなんですね。普段結構食べられるんですか。まあまあ食べる。抹茶の方どうですか、お味は。美味しいと。そうですね。これ不思議ですよね。皆さんすごい頑張ってるのに、なんか見てるこっちはちょっとお腹空いてきちゃうっていうね。これずるいですよね、皆さん。はい、食べます。いや、鈴木さん、はい、鈴木さん、はいはい、怒るよ、俺。なんでこれやばいんだから、お前も何言ってか分かんない、もぐもぐ言って何言ってか分かんない、全然。本当にきついでしょ、これ。食べてみようよ。分かってる。俺もさっき唐揚げ食べた、いっぱい唐揚げいっぱい食べたんですよ。その模様は YouTube ではない。その模様 YouTube 出ますから、本当に。ちなみに僕まだお腹いっぱいですからね、お昼にやったら。さあ、どうですか、お腹の方はどうですか。唐揚げ食べたいですね。唐揚げ食べたくしちゃった。唐揚げ食べたくしちゃいましたよ。ジムは余裕ぶっこいてるじゃないですか。さあ、鈴木さんも余裕で倒されちゃいますよ。鈴木さん、大丈夫ですか。もうね、本当助けてほしい、マジで。助けてほしいと、助け舟を求める鈴木さん。僕らは見たくなかった。ずっと痛くなかった。本当にきつい、これ。やはり冷たさがきついですか。お腹の量というよりかは冷たさがきつい。さあ、そうです。皆さん、冷たさがきついんですね。こんな暑い日にはこうやってね、パフェ食べるの。どうしましょう。普段だと、あれで正直パッてデカ盛りとか見た状態で、まあ、こうやって攻めればいいなって分かるんですけど、これは思ってやってても思ってる以上にこう上げられない。冷たすぎて、そこがね、すごいね、きついところです、これは。冷たさだと、ね、この夏場はライス食べたいとか冷たいの食べたいってなるのにね、こうもこういうところで壁になるとはね。さあ、楽しんでおります。鈴木さん、この常に女性を気にする、きっと量じゃないですよね、食べてる量気にしてんじゃないですよね。鈴木さんが女性を気にしてますよ、ね、いや、大丈夫かなと思って大丈夫かなじゃないよ。さあ、折り返してますよ、折り返してますよ。この後パフェ食べる人続出するんだろうな。また歯が痛いと。さあ、この30分は本当きついですからね。30分は本当にきついです。ぜひ30分かけてじっくり美味しくいただきたい。美味しくいただいていただいて、美味しくいただいていただいてってすごいですね。敬語が2個になっちゃう。さあ、どうでしょう。大丈夫ですか、鈴木さん。いや、翔平さんの方は大丈夫ですよ、個人的なことですけど。ごめんなさい、本当にごめんなさい誰も突っ込んでくれない状態。確かにね、俺何やっても突っ込んでもらえないですもんね。いいですよ、皆さんから突っ込みいただいてもいいですからね。さあ、ジミーはどうでしょう。お腹の方はまだ全然余裕ですか。全然余裕。これ一杯でいけます。すごいですね。デカ盛りがさ、またまた早い。さあ、鈴木さんもそろそろ2杯目半分近くなってきたかといったところですよね、はい、これ思ったんですけど、今30分ぐらいですか。残り25分ってことですね。25分で、これぶっちゃけどう考えてもチームヨンさん、これきついじゃないですか。これ2人同時に食べるとかってなしなんですか。2人同時に食べる、まだ出られる方いらっしゃるじゃないですか。はい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 。で、僕は多分結構本物なんでこっからまくれますけど。強気本物なんでまくれますけど、自分ダメなんですかね、そういうの。2人とかもしあれだったら。さあ、どうでしょう、対岸上側の方に。 OK と、うん、OK ってことですね。じゃあチームは2人でやっていいやん。もちろんいいですよね。
はい、またまたイケメンの登場ですよ、鈴木さん。大きいスプーンを一つ。どうぞ、これ僕使ってないんで使ってください。やっと、やっと男性に優しくしたな。女性を挟んでの鈴木さん、ずるいな。よし、これで心置きなく本気が出せる。おお、今までは手抜いたと。鈴木さん、手抜いたと。ここから本気を出すと。さあ、ここから書き込んでいく。冷たさ、近髪の痛みを超えていけないのか、鈴木。痛みに分かってない鈴木。痛みは分かち合える2人。痛みは分かち合える2人。こちらはデートかな。デート中かな。デート中ですね。さあ、どうですか。どうですか、食べてみて。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しい、はい、美味しいと思う。2人で突っつく、いいですね。男女がパフェ突っつく、いいですね。いいですよ。これちなみに2人以上増えちゃいけないんですか。3人4人とかダメなんですか。3人ですか。3人4人とか。3人4人、あ、でも全員で食べ進めてもいいぞと。俺は勝てるぞと。はい、僕は、ね、人には全然勝てるぞと。デカモリング的にはどうですか。余裕だと。絶対負けないわけ。4人で食べても OK ということです。どうぞ。4人で食べて OK ということです。他は出たのね。それはもう、そのルールがもし OK なんであれば、ちょっとあの、今日僕個人的なお友達がいるんですけど、そこそこ食べれる人が今目の前に2人ぐらい見えるんですよ。その人たちも召喚してもいいですか。鈴木さんが召喚すると。はい、僕はここ食べます。で、チームデカモリングも多分食べれると思うんですけど、こちらで多分、ね、人数増えてもきついと思うんですよ。なんで、ちょっと僕の友達も参戦、もしチームイオンさん的によかったらいかがかなと思うんですけど、いかがでしょう。助っ人呼んでもいいぞと。食べれる助っ人いるんですけど呼びます。はい、いいですか。チームに、じゃあ、あの人呼んでください。あの人あの人連れてきてください、こっちに。じゃあぜひちょっとステージの方に、ぜひぜひステージの方に椅子ありますかね。ズリズリズリ、ぜひお名前の方。北海道の帯広市から来ました。キヨさん、声小さ。この方、あのキヨさんって言って、僕が以前あの新潟でお呼びいただいたイベントで来ていただいて、で本当に今日北海道から来ていただいて、でぶっちゃけそこそこ食べれるんですよ。なんでこの差は多分結構簡単に埋まるかなっていう感じの方です。はい、どうでしょう、助っ人 OK ということで。いいですね。もちろん、もちろんということで、チーム4に椅子お願いします。ありがとうございます。椅子とスプーンを。椅子とスプーンを皆さん囲んでいただいて。負けないかな。さあ、すげえ負けないと。冷たい。負けねえからなに対しては冷たいというか、今スプーンの方を用意しますね。さあ、ここで助っ人がいたチーム4、どれだけ巻き返すことができるのか。鈴木さん余裕を見せましたが、鈴木さんはなんだかんだ言って今負けてますからね。負けてるのに余裕を出すという、もう鈴木さん中よくわかんない人です。すごくこっかこっか。チームデカモリングはもう3杯目の半分を終えようとしております。鈴木さんも2杯目をそろそろいけるかといったところでしょうね。さあ、助っ人が入ったチームはどれだけまくることができるのでしょうか。すごい量食べれるんですかね。さあ、ここから折り返してからですから、折り返してこれどれぐらいいけるんでしょうか。さあ、鈴木さんが2杯目をそろそろ食べ終えようといったところでしょうか。さあ、パフェを飲み、お茶を飲んだ、近カビ対策はバッチリでございます。さあ、頑張り。さあ、3杯目の半分といったところですけど、どうでしょう。まだだ、ずっと美味しいと。ずっと美味しいですね。冷たくずっと美味しいと。いいですね、皆さんぜひ美味しく食べていただいてね。美味しく食べていただくのが何よりでございますね。まあ、ちょっと一見ね、本当みんなでシェアして、これが普通の食べ方ですからね、皆さん。勘違いしてますからね、皆さん。これ一人で一個で食べるんじゃないですか。またこういった形で食べるのも普通ですからね。こういった形で普通です。おっと、すごいスピードです。さあ、さすがですね。まあ、
こう助っ人が入ってから一気に進んで、鈴木さん追いつかれそうですよ、もう早い、もう追いつかれそうですよ、速い、すごいスピードで勝っていいですね、速い速いスピードだぞ。さあさあさあ、鈴木さんもでも2杯目を終えようとしている。あくまでこれは大食いの対決ですからね、大食いの対決なのでね、ゆっくり自分のペース。さあ鈴木さん、これは2杯目を完食するのか。はい、平面回復もうすぐとなっております。さあイオンが巻き返してきている。鈴木さん余裕を見せてよかったのか。さあ2杯目を鈴木さんが食べきった。また食べきりました。食べきったがスーパーキングの登場でございます。鈴木さんどうです、まずもう3杯目これを見て。まくりますよ、ちゃんとまくってやると、というテレビのリズムはもう2杯、3杯目を、3杯目もこれ3分の1ぐらいですかね、残り3分の1ぐらいとなっております。おっとおっと、イオンがまくっている、イオンがまくっている、寒い、イオンがまくっているぞ、イオンがまくっている、チームイオンがまくっている。おっと、やっぱ痛いんだ、やっぱ痛いんだ、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 あんまりね、焦りすぎずね、マイペース、あ、痛いんだ、痛いですからね、ぜひ。おいしいですか、めちゃくちゃおいしい。北海道の北海道の中で6匹目ラブって言っているから、下がるこいつ、はい、北海道で負けないと、ソフトクリーム負けないと、すごい、多分今見てる方全然聞こえてなかった、全然聞こえてなかったですね、聞こえてなかったですか。その北海道でですね、5日間ですね、70いくつでしたっけ、79個食べたと、そんな中でも負けないぐらい美味しいとおっしゃっておったんです。さあチーム4は2杯目を抹茶をクリアするといったところでしょうか、クリアするといったところと言ってやがり、リカオリング3杯目を完食。そしてこちら2杯目を完食、鈴木さんまくられた、並ばれたぞ、鈴木さん並ばれてるんだ。さあ3杯目と4杯目お願いいたします。だからさあ今3杯目ですね、残りのフルーツを今ね食されているところでございます。そうそうそう、今3杯目が用意されております。あまりにまくるスピードが速すぎて今ちょっと追いついてない状態ですね。まくるスピード予想以上に速くて、さあ残り20分を切っております。残り20分を切っております。バナナを食べ終えて3杯目完食、改めておきましょう。スーパーキング完食、すごい、スーパーキングチミヨンでございます。またまたスーパーキング、鈴木さん並ばれてしまいました。チームデカモリングここで交代と、そして4杯目に差し掛かろうとしております。さあ鈴木さん余裕ぶっこちゃってますけど大丈夫ですか。残り16分ぐらいですね。まくりますよ、まくりますから。さあ残りこの16分、15分まくろうといったところで、まくってやるよと思いますかね。さあ次4杯目になりますが、さあどうでしょう、今お腹の感じとかどうでしょう。ちょっと落ち着いたんで、もう一杯行きたいと思います。もう鈴木には追いつかせねえぞと、鈴木さんにはね頑張ってほしいですけど勝ちます。鈴木さん、頑張ってほしいだそうです。鈴木さん、でも素直に頑張る張り合いがないって言ってますよ、友達に張り合いがない鈴木さんと見たくなかった。あら、頑張れって声出てますよ。さあ頑張れマックス鈴木。さあもう鈴木さん、やっぱり4対1はものすごいスピードで、なんならチームイオンデカモリングに追いつこうとしてますからね。俺は負けない、負けない、鈴木さんは負けない、負けるわけがない、なぜならマックス鈴木だからである。さあ
これ下手したらチームイオンデカモリングに追いつく可能性もあるんだよね。追いつく可能性ありますね、これは完全に。ということでここで、4杯目キングですね、キングの登場でございます。さあ4杯目キング、もうキングとスーパーキングのもうスーパーがついてなかろうがものすごい量ですね。すごい量だ。どうでしょう、先ほどとの味の違いとか。ティラミスが乗ってる。おお、ティラミス。先ほどのやつにはティラミスなかった。鈴木さん大丈夫ですか？鈴木さん。全然大丈夫っすよ。全然大丈夫って言ってますけど、チームイオンは確実に鈴木さんを超えてしまいましたよ。いやちょっとまだ大丈夫っす。あ、残れる、はい、頑張ります。なんて。僕ラスト5分の男なんでね。ラスト5分の男だと。さあ15分、残り時間15分を切りました。残り15分を切りましたよ。さあチームイオンはどれぐらいいけるんでしょうかね。さあどうでしょう、こちら今スーパーキングですね。どうでしょう味の方、皆さん美味しいですって。不適されてる学生みたいになってるじゃないですか。美味しいですって。さあみんなで食べております。どうでしょう皆さん、お腹の満腹具合とかはまだ全然大丈夫ですか？全然大丈夫だ。これはもう鈴木さんは完全射程圏内ですね。完全に鈴木さん射程圏内に入られてしまいました。さあただラスト5分の男だと言ったマックス鈴木。寒い、寒い、寒いと。寒い、やっぱこれはね、冷たいもの食べてるとね、ではどん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 体温をね、落ちてしまいますからね。食べていくなら頑張れ。マジで中堅中、アイオン中。ちょっと頑張る、ちょっと頑張る、頑張れるか。さあ、でも4回目ですからね、レコモリングはすごい。皆さんこれね、約1つ3キロあるんですよ。3キロ、3キロあるんですからね。すごい。これなのか、1回交代、1回交代。もうチームよ、若干もうただ弾丸し始めてますからね、余裕の弾丸。なんかすげえ楽しそうっすね。すげえ楽しそうなんですよ。特に弾丸ですからね。皆さんパフェ食べます？この時間にすごい弾丸してるんですが、もう言うてももうチームも2杯食べてますからね。3杯目になろうとしております。さあ鈴木さん、まくられておりますよ。頑張ってください鈴木さん。ただまだ残りね、時間ありますんで、なるべく早くなりすぎて。はい、まあ、正直言うとですね、僕はチームデカモリングに勝ちたいんですけれども、現状1個離れてるっていうのはやっぱ結構きついんですよ。ちょっとね、この思いはね、チームイオンに託したいと思います。僕は早速敗北宣言、早速敗北宣言。自分で撒いた種なのに、自分で撒いた種なのに。チームイオン頑張れ。応援しました、応援しました。もうこれは実質チームイオン VS デカモリング、チームデカモリングとなっております。寒い、寒いか、マジで寒い。みんなあったかい声援を送るとね、あったまると思いますので、あったかい声援を送ってください。あったかい声援を送ってください。ありがとう。みんなチームイオン応援してる、チームイオン。諦めてる。あのマックス鈴木がもう半分諦めている。おっと、あれ？チームイオン、チームイオン、新しい顔出てきましたね。おお、なんだこれ。ノリ良すぎる。取りやすぎる。普段何やられてる方なんですか？今何やられてますか？大食いは自信ありますか？全然ないのにあんなに張り切っちゃう。あとね、僕チームイオンを応援したいシーンでちょっとあるアイデアを感じちゃったんですけど、いいですか？よいでしょ。遠くの方に僕の友達いるんですよ、大食いの子で。ぶっちゃけ結構何回もテレビ出てる子なんですけど、群馬が生んだ大食いアイドルのゆりもりちゃんがそこにいるんですよ。ゆりもりさんがいると。はい、なんでもしチームデカモリングがいいんであれば、ゆりもりもちょっと来てほしいなって個人的に思ってます。チームイオンに入れると。いかがですか、いかがですか。どこに、チームどこに入れますか。鈴木さんの助っ人します。
怖い、怖い。ピエロンさんの助っ人でいいんですね。だって僕は無理だからもう。ゆりもりってくれた、ありがとうございます。ちょっとゆりもりちゃんもいいですか、入っていただいて。この子多分大食い好きな方だって ご存知だと。ごめんなさい、でも寒くて口回んないですよ今。ゆりもりちゃんっていう、もう一緒に入っちゃって、椅子のもう一個お願いします。あ、もうじゃあちょっと僕の椅子ほらとりあえず使ってください。ゆりもりさんこれ使ってください。はい、ですね、このパフェっていうのは本当にきついんですよ、マジで。寒さに勝とうと思ってもうはっきり言っていいですか、無理なものは無理です。はい、だから頑張りましょう皆さんね。チームデカモリングに負けないように頑張りましょうね。お、ゆりもりも食べています。そこそこなスピードを食べている。翔平さん、ここからダブル MC って形で、うん、そういう感じでもよろしいですかね。うん、いやもうこれ見てください、このお腹の張り。あ、カメラマンさんがちょっとさすがにあなたも食べませんやみたいな。あなたも食べなさいよ。食べなきゃダメですか。早く食べて。早く食べて、あ、そう食べました。じゃあ頑張りますんで。はい、はい、ああ。ちょっと待って。ああ。頑張れ。手伝ってもいいよ。早っ。早っ。時間あと何分ですか。さあ食べ進めております。時間あと何分ですか。はい、すみません、先ほどねお話されてたところで今時間残りが10分を切って残り8分40秒といったところでございます。やばいやばいやばい。さあでもあくまでねこれは大喜利の対決なんで、なるべくは自分のペースを崩さずお願いいたします。ゆりもり頑張れ。おお、やばいよ。さあ何でしょうます。ゆりもり、今日ゆりもりさん、今日はあ、本当壊せていいかどういったあれで。もう2つ食べてるのにまだ食べる。もう2つ食べてんの。鈴木さん、マジで。次はもうその時点で並ばれてます。俺並ばれてるじゃんもう。これてか鈴木さん、ちっちゃくなった。え、鈴木さんなんかちっちゃくなった。ちっちゃく、あ、はい。どういうことなんですかこれね。本当にもうすごい、つまりもう3問目にいってるということでございますね。さあ、チームデカモリングももう4杯目の半分と。あ、いや3杯目を書き込んでいる、書き込んでいるぞ。さっき2杯食べたのに。さあ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 、3杯目を終えようとしております。さあ鈴木さん、どうなるのか。励まし合っている鈴木さん、自分で首を絞めたのに励まし合っている。今鈴木さん、この状況どう思ってますか。やっぱ大先輩ですね。はい、好感度上げとかないといけないから。憧れなんだよ。今イチャイチャすな、ほら、まくられてしまったシミオは3杯目を完食といったところでしょうか。素晴らしい、素晴らしいスピードでございました。ということは、これあれですね、チームによとデカモリングが並んだと。今並んでいます。あ、そういうこと。そういうこと。並んでいます。残り7分を切ったところで並んでおります。鈴木さん、もうただあなたはパフェを食べてるだけだ。大丈夫ですか鈴木さん。これもうあれじゃないですか、チームデカモリングも一人でいいんじゃないですかこれ、ね、そうですね、もうここまで来たらね、はい、もう全員参加でね、そうしたおかげです。皆さん大丈夫ですよね。いいですよね。さあデカモリングも2人で。ただ僕は、あ、椅子の方、まだ僕はね、はい、勝負諦めてないですよ。まだ諦めてないと言ってましたもんね。あ、なさい、5分のラスト5分のところだと言ってましたからね。はい、僕はまだ諦めてないですよ。チームにはものすごいスピードで。あれ、この椅子使ってないならいいですか、これ使って。あ、椅子あります、大丈夫です、椅子あります。もう一個あった、あった、これ使ってないんで。はい、さあ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 、残り6分となりましたよ。残り6分となりました。和やかにお茶飲んでる。トップバッターね、ここ普通に食べるとこじゃないかな。もう何言ってんの。お茶似合うな、おしゃれだし。お茶似合うな、ほんと。あとで洋服買いに行こう。買いに行くんかい、買いに行くんかい。ということでチーム4とチームデカモリングが並んでいる、ほぼほぼ並んでいる。ちょっとリードしてるって感じですかね、チームデカモリングが。いや、僕もまだまだ諦めてないですよ。でも、誰ももう応援しないですよ。鈴木さん、ほら、頑張ってって言ってくれてるもん。頑張れ、頑張れ、頑張れ。さあ、ここからまくることができるのか。
そろそろラスト5分に差し掛かろうとしております。5分もうすぐラスト5分です。ゆりもり頑張れ。さあさあ、ゆりもりさんも声援が飛んでおります。声援が飛んでおります。頑張って。さあチーム、ついにお腹いっぱいという声が出てますが、朝倉のお腹もね、これだけ食べててお腹いっぱいってないわけないですからね。さあ、どうですか、どうですか。頑張りますと言ったところでございましょうか。さあさあさあ、今チームメガモリンが半分以上食べ終えております。チームはどれだけ進めるのか。ちょっともう何でしょう、鈴木さんの存在感があまりなくなってきている。鈴木さんのことを僕ちょっと忘れかけた今。ちょっとこのゴリゴリの男2人が同じ場合を付き合うってこの感じ。無理ですね。さあ半分といったところから飛ばしている。先ほど2つ食べてるんですよね。なのでこれもうほぼほぼ3つ目を食べ進めている。すごいスピードです。さあ残り5分を切って残り4分といったところでございます。これね、冷静に考えてすごいと思うんですよ。自分でマイク持っちゃったよ。すごいと思うんですよ。いや、すごいですね、これは。しかもウルマさんにやったら自分の携帯ちゃんと1時間測ってますからね。ガチ感が伝わりますよね。さあ残り4分です。残り4分。チームイオンは3杯と3分の1を食べ終えたってところでしょうかね。チームネコリックはほぼ4杯目を食べ終えようとしてます。おっと、大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。怪我はないですか。え、好感度上げようと思ってた。好感度の前にあの食欲の方をね、もっと上げていただいて。はい、足元頑張る。さあ、もうすぐ残り3分になりますよ。さあ、皆さん、でもあくまで焦りすぎずね、美味しくいただいてくださいね。お願いいたしますね。さあ、鈴木さんがもう顔が辛そうだ。さあ、もう顔も辛そうだ。さあ、残りさあ、チームデカモリングが勝つのか、チームイオンが勝つのか、鈴木さんは次何というのか。これでも、はい、食べてるペース的な段数って見ると結構いい勝負だと思うんですよ。いい勝負です。正直ここは多分結構もう食べてるから、はい、ここから、ま、あのガーッていくペースは正直きついと思うんだけど、勢いは多分こっちの方があるから。チーム4がそうなった時にほらさあ残り3分を切ったところだ。これ今同じ配数ですよね。今同じ配数です。俺もねえ、どうした。なんで嘘ついた。あ、俺嘘ついた。さあ両チームとも鈴木さんが飛ばします。両チームとも4杯目を終えようとしている。残り2分30秒。さあ、どんどんきつくなっている。さあ、チームデカモリングが勝つのか、チーム4が勝つのか。さあ、皆さん、もう寒さとの対決にもなってますからね。体温が落ちるんです、きついです。皆さん、残り2分となりました。皆さん、あったかい声援送ってね、体を温めてあげてください。お願いいたします。さあ、残り2分を切った。これ2分食った。おーっと、チームイオンはこれで4杯目を完食といったところでしょうか。マジ。さあ残り1分40秒でございます。4杯目を完食、チームイオンが抜いた。チームデカモリングもそろそろ4杯目を終えたところでしょうか。終えようとしております。鈴木さんは3杯目。いや、これ僕5杯目ですよ。嘘つくな。残り1分となっております。もうすぐ1分です。さあ5杯目が出てくるのか。残り1分で5杯目が、チームデカモリングも4杯目を完食。2人で完食。さあ残り1分となりました。5杯目が出てくるのでしょうかね。5杯目が出てくるんですか。さあ鈴木さんもなんとか3杯をね、終えたい。3杯を終えたいところでございます。さあどうなるのか。残りが45秒となりました。さあパフェの方出てくるのか、出てこないのか。5杯目の方はちょっと残っていたみたいですね。さあ残り30秒といったところです。さあ鈴木さんもどこまで進められるのか、皆さん正解ください。残り30秒です。さあ残り、おっと、残りも全部食べきっている。さあ5分目と4分、間に合う、頑張れ。残
残り20秒さあ、5杯目出てくるのか。無理でしょ諦めるな鈴木さん、諦める。鈴木さん、無理じゃない。無理じゃない。いける。残り8秒7、6、5、4、3、2、1、終了。ということで、これはちょっとあれですね、4杯、チーム4が4杯、チームデカ盛りが4杯と並んでしまいましたので、同率で、じゃあ5杯目が間に合わなかったと。ということで、じゃあチームイオン、チームデカ盛リング同率で勝利ということです。おめでとう。めっちゃ楽しそうじゃん。いいな、なんかああいうの。いいな。鈴木さん。はい。あなたが撒いた種ですよ。はい。でもね、パフェはね、ほんと美味しかったんですよ。美味しかったですか。ただやっぱちょっと冷たいものが予想以上にきつかったなっていうのと、それと一緒に同時に思ったのは、やっぱこのチームデカモリングの凄さ、はい、すごかったですね。いや、ちょっと信じられないからね。なんだかって2人でやってますからね。大きな拍手、チームデカモリング大きな拍手。さあ、お二人食べてみてどうだったでしょうか。寒かったっすね。寒かったと。さすがに寒かった。どうでしたか。いや、あったかいラーメンが食べたいです。まだ食べようとしております。さすがですね。3キロやつ、もう12キロぐらいは食べてるということで。さあ、チーム4は同率でしたが、どうでしたでしょう。もう同じすることばっかり、みんな同じことばっかり、もう全く。さあ、助っ人来ていただきましたが、どうでしたか。食べ足りないんで、一杯出てこないかな。食べ足りない。さっき2杯食べてるんですよね。さっき2杯食べて、ただまだ食べ足りないとね。もしかしたらね、またこの裏で食べてるかもしれませんからね。どうでしたか、助っ人来ていただきました。全部美味しかったと。ありがとうございます。ギョさん、最後まで声小さいですね。さあ、それではチームイオンに大きな拍手を。改めまして、僕から一言いいですか。はい。あの、今回この出ていただいたガジェさん、このアメブロでデカモリングっていうブログやってるんですよ。で、あのアメブロの公式トップブロワーで B 級グルメランキングの1位の方なんですよ。なんで、もしよかったら見たらデカモリングで出てくると思うんで、よろしくお願いします。では、ウルマさんっていうのは YouTube やられてまして、マンチャの大食い大百科っていうチャンネルをやってるんですね。で、ウルマさん本当にちょっと大食いとか早食いに特化された方なんで、もし気になった方は YouTube 見ていただいてお願いします。あと、じゃあキヨさん、キヨさんは何やってるんですか。僕はコミテイです。あの、なんかあのネットとか配信系とかなんかやってないですか。一応ですけど、ニコ生でちょっと配信してます。で、ニコ生の名前はキヨで検索してもらえれば、あの、KIYO、あの、ニコ生で KIYO ってキヨって検索すれば、キヨさんのチャンネル出てくるので、もしよかったら見てみてください。はい。ゆりまりちゃん、自分でどうぞ。いいですか。そりゃそうでしょ。私も YouTube やってるので、ゆりもりチャンネルぜひ見てください。ぜひ見てください。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、バベットなきついね。さあ、ということで、改めて出演していただいた皆さんに大きな拍手を。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。